おはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第3号により本日の会議を開きます。日程1、政一般質問について11月29日に引き続き政一般質問を行います。22番佐康志議員。皆様おはようございます。公明党の久保康史でございます。質問通告に基づき、質問いたしますので、市長並びに理事者におかれましては、誠意ある回答をよろしくお願いいたします。それでは大きな項目の1、難病対策について、括弧1、登録者証に関する取り組みについてお尋ねします。国指定の難病患者の皆様が福祉サービスや就労支援を利用しやすくするため、厚生労働省では今年の4月から難病患者に登録者証を発行することが創設されました。登録者証があれば各種サービスを受ける際、医者に診断書をその都度書いてもらう手間と費用が不要になると期待されているところです。また今まで受給者証の対象とならなかった軽症者に対しても登録者証は発行されるようで、身分証として提示できることになりました。本市においては県と連携して登録者証発行に向けて準備を行っておられると思いますが、どの程度進んでいるのか、また市内における対象者数の減強や普及啓発に向けてどのような取り組みを進めていく予定なのかお示しください。次に大きな項目の2、平和行政について、括弧1、市民大行進の取り組みについてお尋ねします。市民大行進の延元は、約52年前の市議会における提案から始まっています。提案当時の議事録によれば、8月9日から15日までの1週間を、仮称長崎記念週間、あるいは平和記念週間として、一つには市が音頭を取り、イデオロギー抜きの平和習慣とし、市民が総参加する行事の展開、2つには原爆孤狼など、人知れず悩み苦しんでいる人たちへの温かい催し、3つには習慣の設定をチャンスに、長崎の平和を願う姿勢をより強く世にアピールする報道の展開など、長崎42万市民が総和の中に世界にアピールする姿勢に立ち、現実にさせる具体的な習慣行事を組み入れた実践行動化について決意なり、英断なるご所見をしかと賜っておきたいとの提案から始まっています。今行われている市民大行進の内容は、約1000人による大行進、吹奏楽の演奏や中学生の代表により市民大行進宣言など、短時間に凝縮された素晴らしい内容でありますが、延元に提案されている市民総参加へ向けた取り組みや、長崎の平和を願う姿勢を世に強くアピールする観点から考えると、さらなる市民総参加に向けての輪をさらに広げていきたいところです。本市としてはどうお考えでしょうか。また、市民のみならず、世界に向けて市民大行進の様子を SNS 等を使い発信するなど、平和発信のあり方を再検討すべきではないでしょうか。また今年は雨により残念ながら中止ということになってしまいましたが、来年は被爆80周年という大きな節目を迎えますので、できれば雨であっても大行進に代わる何らかの形で長崎の平和を願う姿勢をアピールできる取り組みを検討できないものでしょうか。例えば YouTube などを通して市長より市民大行進の意義を呼びかけていただき、その後に原爆投下時間に合わせて流れている千羽鶴の音楽とともに市民大行進宣言文を中学生に読み上げていただくなど、取り組みのあり方はさまざまに考えられると思います。本市における考えをお聞かせください。次に括弧に、長崎平和マラソンへの取り組みについてお尋ねします。被爆75周年を記念して、コロナ前より企画検討されてきた長崎平和マラソン、その意義や被爆80周年での開催時期については検討を重ねてきているようですが、いよいよ時間がなくなってきました。
現状に生きる市の見解についてお伺いしたいと思います。次に括弧3教育版マインクラフトを活用した平和学習の取り組みについてお尋ねします。小中学校生の後継者世代を対象に被爆の実相を伝える方法として世界の子どもたちに支持されている教育版マインクラフトを活用した取り組みが長崎や広島で開催をされました。子どもたちが主体となって協力し合いながら平和への在り方を考え学んでいくことは各学校でも取り組める平和学習の新たな在り方になっていくのではないでしょうか。子どもたち自らが教育版マインクラフトを通してよりリアルに原爆投下前の長崎の街並みを作るという体験をすることにより子どもたちの想像力が最大限に発揮されます。この街の建物に何が起こったのか、マインクラフトを通して街の歴史について理解を深めることになります。平和の大切さを改めて学ぶことにつながる新たな平和学習ワークショップの取り組みについて本市の見解をお示しください。次に大きな項目の3、観光行政についてお尋ねいたします。括弧1、長崎市総合観光案内所とユニバーサルツーリズムセンターの取り組みについて、2022年9月、長崎駅構内に新しく長崎市総合観光案内所が、スタートして約2年が経過したところです。総合観光案内所への問い合わせ件数や内容においてはどういったご相談が多かったのでしょうか。またユニバーサルツーリズムセンターとしての取り組みも始まり、車椅子の貸し出しやベビーカーの貸し出しをしていますが、その現状やユニバーサルツーリズムとしてのインバウンド対応も含め問い合わせの内容や相談件数はいかがでしょうか。コロナ禍が終わり交流人口が戻ってきている中、さらなるニーズに応えるための課題など見えてきているのではないでしょうか。取り組み状況についてお尋ねいたします。次に括弧2、心のバリアフリー認定制度への取り組みについてお尋ねします。心のバリアフリーを認定制度とは、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある施設を観光庁が認定する制度です。認定を受けると観光庁が認めるマークを使用できます。ここで画面をお願いいたします。これがバリアフリー認定が下りたときにもらえるマークでございます。2年前の総合観光案内所を開設されてから以降、総合観光案内所をはじめ宿泊施設や飲食店関係への取り組みが進められていると思います。これまで登録されてきた内容と登録後の継続したスキルアップにつながる研修などどのように取り組まれていますか。現状についてお尋ねいたします。取り下げてください。大きな項目の4、長崎市歴史民族資料館についてお尋ねします。現在は原爆資料館のリニューアルに向けて検討が進んでいる最中でありますが、隣接して運営されている長崎市連続民族資料館歴史民族資料館の運営においては県内小中学校の見学などを中心に展開されているようですが、県外修学旅行やインバウンド修学旅行者など対象に原爆資料館からつながる取り組みは検討されたことがあるのでしょうか。現在の展示内容の説明はすべて日本語表記によるもので、できれば多言語化による表記やデジタルによる映像など分かりやすく伝わりやすい展示内容の充実、展示内容自体も小中学校生中心から一般のお客様やインバウンドの誘客にも十分対応できる取り組みを検討すべきではないでしょうか。本市の見解をお尋ねいたします。次に大きな項目の5、移動期日前投票所の取り組みについてお尋ねします。高齢者など交通弱者の投票を手助けしようと、全国各地で移動期日前投票所の運用を開始する自治体が増えてきています。本市においてもバス等の路線の見直しや廃止路線が増えている中、地域においては選挙の期日前移動投票所の取り組みを期待する声をよく聞くようになりました。できれば来年の国政選挙を前に少しでも投票率向上を図るために地域のニーズの声に耳を傾けていただき、実証実験を含めて
移動期日前投票所の開設へ向けての準備をお願いしたいと思いますが、本市としてはどのようにお考えでしょうか、お尋ねしたい。以上で本段からの質問を終わり、答弁をお聞きした上で、次席にて再質問をさせていただきます。ありがとう。市長。おはようございます。ちょっと声がかすれて聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦願います。なお体温は平熱36度一部で、先ほど内科を受診してまいりました。よろしくお願いします。公明党久康議員の質問にお答えいたします。2点目の平和行政についての括弧に長崎平和マラソンへの取り組みについてお答えいたします。長崎平和マラソンは被爆地長崎から国内外へ向けた平和に関するメッセージを発信するとともに、スポーツの振興や交流人口の拡大による地域経済の活性化につながることを目的として被爆75周年にあたる令和2年度に開催を予定しておりました。しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、開催目的であります平和の発信や交流人口の拡大などの事業効果が見込めなくなったことから、開催に向けた取り組みを一旦中断し、被爆80周年である令和7年度での開催を新たな目標として検討を進めてきたところでございます。その結果、平和をテーマとするハーフマラソンを被爆80周年記念事業として位置づけて、平和に関する内容をより充実させて開催したいと考えております。その理由等といたしましては、近年出島メッセ長崎や長崎スタジアムシティの開業など施設面での環境が整ってきたことで、さまざまな平和発信に向けた行事等の開催が可能となってきたこと、一方で物価高騰などによる開催経費の増が避けられない状況となってきたことなど、さまざまな社会状況の変化が生じてきております。このような状況の変化も踏まえますと、まずハーフマラソンにつきましては、開催日程の設定に制限を受けにくいことや、経費もフルマラソンの場合に比べ大幅に抑制できること、加えて被爆75周年当時と比較して多くの平和発信事業の実施が可能となってきていることから、ハーフマラソンで開催したいと考えているところであり、開催日程やコース設定等の具体的な実施計画につきましては、現在警察等の関係機関と調整しているところでありますが、被爆地長崎から平和のメッセージを広く発信できるような内容になるよう取り組んでまいります。なおフルマラソンにつきましては、長崎ピース文化祭やその他の市内イベント他都市でのマラソンの開催状況を考慮しますと、開催日程が限定的になり、日程調整が困難なことや、物価高騰等の影響による開催経費の確保に問題があることなどを総合的に勘案しますと、その開催は難しいと考えております。いずれにしましても、このマラソンの開催にあたっては、被爆地、長崎から平和のメッセージをしっかりと国内外に発信できる充実したものになるよう取り組んでまいります。以上、本段からの答弁とさせていただきます。市民健康部長。ご質問の1点目、難病対策についての括弧1、登録者証に関する取り組みについてお答えします。登録者証につきましては、県において令和6年4月から難病の患者に対する医療等に関する法律に基づきまして、指定難病要支援者証明事業として発行され、福祉就労等の各種支援を受ける際に指定難病にかかっている事実等を証明するものでございます。
登録者証は原則としてマイナンバー情報連携を活用し、マイナンバーカードが登録者証となります。長崎県におきましては、これまで特定医療費における医療受給者証の更新申請時にご案内をし、約3000件の発行希望があっているとのことでございます。そのうち、令和6年11月26日時点で、長崎市民の方985人が発行を希望され、年内に登録者証が発行される予定とお聞きしているところでございます。また、新たに登録者証の発行を希望される方につきましては、年内に受付を開始し、順次発行されるとのことでございます。次に、登録者証の周知につきましては、今後、県においてホームページへの掲載や県の広報媒体の活用、関係機関への通知により広く周知を図るよう予定されております。長崎市としましては、県にさらなる周知をお願いするとともに、県のホームページとリンクをするなど、市のホームページも活用しながら周知に努めたいと考えております。以上でございます。原爆被爆対策部長。ご質問の2点目、平和行政についての括弧1、市民代行信の取り組みについてお答えいたします。市民代行信につきましては、市民の自主的な参加のもと、原爆で犠牲になられた方を慰霊し、世界に強く平和を訴えるため、市長が会長を務める世界平和記念行事実行委員会が主催し、昭和47年度から実施しています。平成8年度までは、原爆犠牲者慰霊世界平和記念循環の行事として一つとして、8月6日から8月15日までの間に実施しておりましたが、炎天下での更新であったことから、参加者の負担軽減のため、平成9年度からは10月24日から10月30日までを国連軍縮週間に毎年実施をしているところでございます。参加者は被爆50周年となる令和7年に最多となる6000人、その後、10月開催となり、更新コースを変更し、コロナ禍前の令和元年度まではおよそ3000人となっており、令和5年度は約1000人の皆様に参加いただいております。参加者は小中高生や自治会、被爆者団体など幅広く、それ以外にも司会や市民代行信宣言の発表は中学生が担っております。参加者の呼びかけにつきましては、現在、広報長崎やホームページに掲載しているほか、市内小中学校への周知や出先機関へのチラシの設置、実行委員会の皆様に市民への参加を呼びかけていただくよう依頼するなど周知に取り組んでおり、今年度は長崎市公式 LINE でも周知を行っております。来年は被爆80周年を迎え、より多くの方々にご参加いただきたいと考えておりますので、これまでの取り組み以外にもより効果的な周知ができないか検討してまいりたいと考えております。また、今年度の更新は残念ながら雨天により中止しましたが、中学生による市民代行信宣言につきましては、現在、市のホームページ、長崎の平和に宣言文を掲載しております。議員ご提案の動画での配信につきましては、市長のメッセージや千羽鶴の音楽は対応可能と考えておりますが、宣言文の読み上げなどの動画配信については、撮影場所の確保や日程の調整など、学校側との協力が必要となります。また、撮影には配慮が必要な生徒もいることが想定されますので、担当する学校とも十分協議をしながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。教育長。ご質問2点目、平和行政についての括弧3、教育版マインクラフトを活用した平和学習の取り組みについてお答えいたします。議員ご紹介のマインクラフトとは、ブロックでできた仮想世界で建築や冒険を楽しむゲームで、自由な発想で建物を作るなど、目的を決めて楽しむソフトとなっております。今回ご指摘いただいたようなゲーム上で原爆投下前の街を再現するという学習は、投下前の人々がかけがえのない生活を営んでいたこと、原爆により町や家族、友達など多くのものが失われたことなどを考えることにつながり、子どもたちがゲームを楽しみつつ、想像力を育むという点で教育効果があるものと考えております。
一方で、このソフトの効果的な活用にあたりましては、児童・生徒が基本的な操作方法について理解していること、ワークショップにおいては、事前事後の学習などに時間がかかること、また新たなアカウントの取得や管理、さらに活動に際しての教員の事前研修やサポートスタッフの配置が必要になることが考えられますことから、現在、各学校でさまざまな工夫を凝らし、行われている平和学習のカリキュラムに組み込むことは現状としては難しいと考えております。現在、長崎市では平和学習として対話型授業の実践により、他者の意見を尊重しながら自分の言葉で平和を語り、行動できる児童・生徒の育成に取り組んでおり、その効果を実感しておりますことから、当面は現在の取り組みを継続しながら、子どもたちの平和の心を育んでまいりたいと考えております。なお、マインクラフトをはじめ、さまざまなソフトが教育の分野で活用されていることはご承知しておりますので、今後、他都市の活用状況等を参考にしながら、他の教育課程等での活用の可能性も含め、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。文化観光部長。ご質問の3、観光行政についての括弧1、長崎市総合観光案内所とユニバーサルツーリズムセンターの取り組みについてお答えいたします。長崎市総合観光案内所は、西九州新幹線の開業に合わせ、令和4年9月23日に開設し、令和5年度は11万5612人の方が利用しております。主な案内内容としましては、観光コースや二次交通の案内などを行っております。また、ユニバーサルツーリズム専用のカウンターを設置し、観光施設のバリアフリー情報の提供を行うほか、旅行相談を受けているところでございます。さらに、長崎空港内にある長崎県のユニバーサルツーリズムセンターとウェブを通じて連携し、手話による対応についても可能となっているなど、ユニバーサルツーリズムの推進に取り組んでおります。なお、車椅子等の貸し出し状況といたしましては、案内所を開設した令和4年10月から令和6年10月までの2年間で、車椅子が152件、ベビーカーが162件となっております。引き続き、長崎市への訪問客の利便性向上に努めてまいります。次に、括弧2、心のバリアフリー認定制度への取り組みについてお答えいたします。心のバリアフリー認定制度は、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするために、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とする観光庁が創設した認定制度であり、多くの観光関連施設が取得することにより、地域全体の受け入れ環境やホスピタリティが充実し、より多くの来訪者が期待できるものです。認定制度の対象は宿泊施設、飲食店、観光案内所、博物館となっており、認定基準といたしましては、筆談案内や車椅子通行幅の確保など、施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行うこと、バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施していること、自社のウェブサイト以外のウェブサイトでバリアフリー情報を積極的に発信していることとなっております。長崎市におきましては、長崎国際コンベンション協会を通じ、令和4年9月に同協会会員である宿泊施設、飲食店に心のバリアフリー認定の積極的取得を促す文書を送付し、また長崎県におきましては、観光施設における心のバリアフリー認定制度推進のため、令和5年3月にセミナーを開催し、認定基準の一つであるバリアフリーに関する教育訓練の実施など、制度説明等を行っております。その結果、令和6年10月30日時点で、本案内所1および宿泊施設16の計17施設が認定され、令和4年6月時点の5施設から12施設増加しております。今後とも心のバリアフリー認定制度について、関係団体を通じて一層の周知を図るとともに、より安全安心で快適な旅行をするための環境を整えてまいりたいと考えております。次に、ご質問の4点目、長崎市歴史民俗資料館の運営についてお答えいたします。長崎市歴史民俗資料館は、長崎に関連する歴史、民俗資料の収集、保存、展示を行う施設として、昭和53年に松貝町に開設し、その後、出島町や上前座町を経て、
平成18年4月から現在の平野町の平和会館に移転し、現在に至っております。館内では海外との交流の足跡や交流の中で培われ今日まで継承されている歴史や文化、風俗を物語る歴史民俗資料をはじめ、考古資料や中国、ポルトガル、オランダの民俗資料、昭和の室内再現などを展示しており、年間約30の小学校が社会科見学に来館しております。原爆資料館と関連する取り組みといたしましては、年5回の企画展の一つとして毎年長崎原爆の日を含む6月から8月の期間において第二次世界大戦中の生活用品などを紹介する戦時中の暮らし展の開催などを行っているところです。また原爆資料館から歴史民俗資料館に誘導する案内表示等は設置しているところですが、さらに連携に向けてチラシ、パンフレットの配置場所や案内表示の充実など今後も原爆資料館と協議をしてまいります。歴史民俗資料館は現在地へ移転してから18年を経過しているところですが、議員ご指摘のとおり展示手法等について多言語表記やデジタル化などが十分に進められていない状況にあります。被爆80周年を迎えるにあたって、まずは多言語表記など早急に対応できるところから取り組んでまいります。また公共施設マネジメントにおいて、平和会館1階の野口弥太郎記念美術館が令和7年度に保存修理工事が完了する旧長崎英国領事館に移転した後、歴史民俗資料館を現在の地下1階から入館しやすい1階へ移転する計画もございますので、合わせて展示手法等について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。選挙管理委員会事務局長。ご質問の5点目、移動期日前投票所の取り組みについてお答えいたします。長崎市ではできるだけ投票がしやすい環境を市民の皆様に提供するため、きめ細やかな投票所の設置を心がけるとの考えから、10月27日に執行された衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査においては、中核市の中でも上位の設置数となる当日投票所154箇所、期日前投票所においては大型商業施設を含め27箇所を設置しており、投票環境の整備に努めているところでございます。ご提案の移動期日前投票所につきましては、バスや自動車に投票箱や記載台等を載せ、各所を巡回でき、駐車スペースを含めた一定面積が確保できれば、どこでも投票所の開設が可能でありますことから、高齢者など投票所への移動が困難である有権者にとって有益であると認識しております。一方で、限られた選挙期間の中で当日投票所や期日前投票所に配置する投票事務従事者など多くの人員を確保する必要があり、特に地元自治会にお願いしている投票立ち会い人については、現状以上の人員確保は非常に厳しい状況であり、現在の投票所数を維持しながら新たに移動期日前投票所を設置することは難しいと考えております。すでに移動期日前投票所を開設している自治体の多くは、その導入にあたり同時に当日投票所の統廃合を行っている状況であるとお聞き及んでいるところであり、長崎市としても今後高齢化や人口減少が進む中で、投票立ち会い人を含む従事人員の確保の観点からは、そのような整理も必要ではないかと考えております。従いまして、移動期日前投票所の導入につきましては、全市的な投票所の設置のあり方を含めて、他都市の事例収集を行いながら、有権者の利便性を考慮して、誰もが投票しやすい環境性を整備に努めてまいります。以上でございます。22番久井康議員。はい、22番下でございます。一通りのご答弁いただきましてありがとうございました。再質問をさせていただきたいと思います。準不動になりますのでよろしくお願いいたします。それでは最初に平和マラソン、長崎平和マラソンについてまずはお尋ねをしたいと思います。市長におかれましてはちょっと喉がですね
調子が悪いということで、昨日ちょっと応援のしすぎをもしかしてなさったのかと思いますが、そういったことでは、平和路線ですね、今回、随分と、時間をかけて、決めていただいたというか、やっとハーフマラソンということで、決断をしていただきました。ただ内容においてはですね、今から、コースであったりさまざまなことは、実行委員会において、決めていかれるということであるかと思うんですけれども、中身を少し、詳しくするために説明をしていきたいと思います。ご質問をしていきたいと思います。まず今回ですね、ハーフマラソンということになってですね、フルマラソンと違って、答弁の中にもあったんですが、具体的にはですね、どのくらいの経費が削減されて、また、日程の幅も広がったという、ようなことが言われてました。で、そこら辺のところですね、具体的にどういう利点が出てきて、そして、今回のことにつながっていたのか、もう一回そこら辺について、ご説明をよろしくお願いします。市民生活部長。再質問にお答えいたします。経費の面、それから日程の面というご質問でございますが、まず日程の面で申し上げますと、通常こういったマラソンを検討するにあたりましては、参加者の数などのこういった人的規模ですとか、どうしても長時間の交通規制をかけるということになりますので、そういった影響を鑑みた上での日程の調整、これが必要になってこようかと考えております。ご承知のとおり、7年度にはピース文化祭も開催されるということ、それ以外の期間でも、B リーグのオールスターですとか、さまざまな市内でのイベント等が想定される、さらには他都市でも時期的にマラソンが多く実施されるということを考えると、どうしてもフルマラソンの場合は、もう限りなく限定の日にしかなかなか開催が難しいという状況が出てきているということでございます。それから財政面、費用面のお話でございますけれども、令和2年の開催を検討していた際には、総事業費を約2億7000万程度を想定しておりました。で、その後物価ですとか人件費、こういったものの高騰などを勘案した形でですね、再度算定をしたところ、それがやはり上昇があっており、約4億弱ぐらいの経費、総事業費になってくると。一方で、これはもう単に実績としてでございますけれども、ハーフマラソンとして行っているベイサイドマラソン、この5年度の実績で申し上げますと、約3600万弱の経費で、これはあくまでもベイサイドマラソンの実績でございますので、そういう前提ではございますが、そういった経費差があると、こういったことを長崎市の財政状況も含めてですね、トータルして考えたときに、やはり総合的に考えると、ハーフマラソン、で実施をさせていただきたいということでございます。以上でございます。22番久安市議員。はい。実際ですね、それだけ経費もかさむし、また日程の調整もつきにくいということで、今回ハーフすることによって日程の幅も広がるというふうに聞いております。コース等はですね、今から本当に平和のコースというか、そういったところも含めてですね、検討されると思うんですけれども、実はこのフルマラソン、当然ですね、約1万人近い方がもう以前、応募をなさってました。で、そういった意味では、優先、出走権というのが実は、出てくるわけでございますが、そこらへんの取り扱いについては、どのようにお考えでしょうか。市民生活部長。再質問にお答えいたします。今ご紹介ございました優先エントリー権のお話と思いますけれども、当時令和2年度の平和マラソンにエントリーしていただいていたランナーの皆様に対してのものですが、中断後の改めて開催する際にですね、優先的にエントリーできるよう付与していたところでございます。しかしながら今回は実施しようと
する内容が、これ、詳細はですね、今ご案内のとおり、今後、警察等の関係機関もとの調整も含めてですね、行っていくことになりますが、今回実施しようとする内容が、フルマラソンではなく、ハーフマラソンとなることですとか、あと定員の規模などもですね、異なることが想定されることなどから、そのまま継続した取り扱いというのは、なかなか困難な面もあろうかと思われます。ただエントリーしていただいた方々に対しましてはですね、ハーフマラソンとした理由、先ほどご紹介したようなその理由等もしっかりと説明した上でですね、改めて今後の参加意向等も確認しつつ、その結果等を踏まえた中でですね、対応については検討してまいりたいと考えております。以上でございます。22番政治議員。しっかりそこら辺のところはですね、せいある要するに説明が、納得されるかどうかはですね、なかなか難しいところもあると思うんですけども、やはりそこら辺のところはですね、しっかり悩んで、そして結論を出させていただいたというところと、それとやっぱり平和な発信をどうしても80周年やりたかったという意義をですね、伝えることが大事ではないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。また内容においてもですね、当然ハーフなので、それとこの誰もが参加できるという視点でですね、ファン団というのが実はベイサイドの場合は確かないと思うんですね。そういったような取り組みも加えてですね、しっかり検討してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。生活部長。再質問にお答えいたします。ご質問のありましたファンランでございますが、ご承知のとおり、楽しみながら走ることを目的としたものとされております。仲間の皆さんと交流を深めたり、景色を楽しんだり、滑走して走るものなど、競技としてではなく楽しむことを目的としたランニングとされているところでございます。令和2年度の平和マラソンにおいても2種目を予定していたところでございます。先ほど来、答弁させていただいているように、いずれにしましても、今回の実施にあたりましてはですね、誰もが参加しやすい大会となるよう、ファンランの実施、これもこのことも含めてですね、コース設定等の具体的な実施内容について、警察との関係機関と調整等を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。22番鈴木議員。はい、よろしくお願いします。本当にたくさんの障害をお持ちの方もですね、しっかりと参加ができる内容をですね、作り上げていていただきたいと思います。また平和の発信という部分ではですね、内容においてもさまざまな角度で検討を重ねていただきたいなと思います。それともう一つは、本来これはハーフマラソンということで今回なったんですけど、もともとの演芸はフルマラソンがですね、やっぱりありました。不可能を可能にするというですね、そういう、ある意味挑戦をする、長崎では絶対できないんじゃないかといったところに対するですね、そういったところがこのフルマラソンの、取り組みの源泉でありました。ですからできればですね、やっぱりこのフルマラソンに向けての取り組みですね、被爆例えば85周年とか、そういったところでもう一回チャレンジできないかですね、そういったことも再検討、ぜひとも市長を含めて皆様方で行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。これは要望とさせていただきます。それでは次にですね、市民大行進についてお尋ねをしたいと思います。実際ですね、今回は、雨が降って中止になったというところが一つは大きなきっかけでございました。これを取り上げたですね、市民大行進、非常に歴史があって、もう52回を数えるところでございまして、一番多いときには6000人ですかね、参加をされたということでございます。やっぱり市民総参加ということを考えたらですね、ぜひともこの内容をしっかり伝えていくという点で、今回は、お願いをしていこうと思っております。今まではホームページでですね、掲載をするというのみでございましたが、できればこの動画をしっかり作った配信ですね、さまざまなコンテンツがあって、さまざまなやり方があると思います。ぜひともこれはですね、雨に限らずですね、通常の取り組み、晴天の時の取り組みもしっかり配信ができるような対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。議員ご指摘のとおり、現在は市ホームページ等で更新の写真と
市民大行進宣言の文書を掲載しているところでございますが、ブラスバンドの演奏、それから宣言文の読み上げなど、音が入った動画の方が視覚と聴覚に効果的に伝えることができ、見た人の印象にも残りやすいことから、議員ご提案の内容も含め発信の在り方について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。22番久保議員、ぜひともですね、これも工夫を重ねていっていただくと本当に効果的な発信になっていくのではないかと思いますので、ぜひともそういった情報発信のですね、在り方においてもいろんな民間のお知恵もお借りしながら進めていただければなと思います。それとですね、今回発信ということであると、原爆資料館もですねリニューアルをするということで、やっぱりデジタルのお話が結構今表面に出てきております。でいろんな表し方、次世代に向けてですねアピールをしていく中でこれ上がってきるんですが、やっぱり専門家のですねこれは、やっぱりお知恵がないことには、アドバイスがないことにはなかなか先に進まないのかなと、また継続した支援もできないのかなと思います。そういったところでの専門家のですね取り組みについてはどのようにお考えでしょうか。原爆被爆対策部長、再質問にお答えいたします。若い世代の方々に被爆の実相を理解してもらう、平和についての自分事として捉えていただくためのツールといたしまして、デジタル技術の活用のは効果的だというふうに考えております。市民大行進を含め被爆の実相の継承につきましては、さまざまなデジタルコンテンツの活用も検討しておりますが、特に原爆資料館におきましては現在展示更新に向けた取り組みを進めておりまして、今年度は今年3月に策定した展示更新基本計画に基づいて基本設計の策定に取り組んでおります。策定にあたりましては原爆資料館運営審議会での議論をはじめ、ワークショップやデジタル技術の専門の先生にもご意見を伺いながら進めているところでございます。先日基本設計の中間報告を取りまとめましたが、その中でもデジタル技術を活用した没入体験型の展示や AR を活用した展示など、より自分ごととして考えていただけるような展示内容を現在検討しております。このほかにもさまざまな情報を検索できる情報メディアのコーナーの設置も検討しているところでございます。議員ご案内ありましたとおり、デジタル技術は日々進化しており、さまざまなデジタルコンテンツの活用について今後も専門家のご意見も伺いながら進めてまいりたいと考えております。以上でございます。22番政治議員、ぜひともですね専門家のお知恵をお借りしながらですね内容を作っていただきたいと思いますが、そういった意味ではですね、教育版マインクラフトという個展を今回平和学習というところでさせていただきました。ぜひともですねこのマインクラフトについてもですね、この専門家の方のしっかり意見をいただきながら、今不安材料であるところのですね解消改善必ずできるかと思います。すぐにはこの平和学習の中に取り入れるというのは難しいかもしれないんですが、どちらかといったらですね、やっぱり例えば夏休み期間中であってイベントの中でですね、そういったこう取り組みをですね子どもたちに体験していただく、そういった機会をより多くですねこれから持っていただきたいと思いますが、そこら辺のところについてはお考えがあればお聞かせください。原爆被爆対策部長、再質問にお答えいたします。教育版マインクラフトを活用いたしました平和学習につきましては、先ほど教育長が答弁いたしましたとおり、子どもたちがゲームを楽しみつつ想像できるという点で一定の教育効果はあるものと思います。体験をしていただくいろんな機会にですね子どもたちが触れて学んでいただけるという機会は大変重要でございますので、どういった形であればですねそういった効果が効果的に上がっていくのか、学校側や専門家のご意見もお伺いしながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。22番久保議員、はい、ぜひともしっかり取り組みをお願いをしたいと思います。それでは次に、歴史民俗資料館についてお尋ねをしていきたいと思います。ここで写真ちょっと絵を出してもらってよろしいでしょうか。はい、
これは何かと申しますと、民族資料館の地下1階にございますが、そこにお茶室がございます。その隣が実は庭になっておりましてですね、次の写真でよろしいでしょうか。まあ、ちょっと整備が今なされてませんけれども、このお茶室ですね、実はコロナ前の時にはですね、インバウンド対応ということで、使うことが検討されてたと。で、何回か実績があるということなんですが、こういったことについてですね、今後積極的にですね、使っていくような市としては考えがないか、まずはお尋ねしたいと思います。文化観光部長。再質問にお答えいたします。歴史民俗資料館には、議員をご案内のとおり茶室がございますが、茶室が展示施設の一部であること、他の公共施設の茶室と異なり独立した部屋でないことなどの理由により貸し室としての利用は行っておりません。コロナ禍前までは原爆資料館、平和会館及び歴史民俗資料館を一体的に管理する指定管理者がインバウンド対応のために実施する外国人の来館者向けのお茶の体験が企画された際には、歴史民俗資料館の管理運営に支障のない範囲で茶室を利用していただいていたことがございます。インバウンドのおもてなしとしてのお茶の体験のコーナーの取り組みにつきましては、現指定管理者の公募の際の提案におきましても、歴史民俗資料館の茶室の活用により原爆資料館と平和会館との動線をつなげ、来館者の回遊を促すことで歴史民俗資料館への来館者の利用促進を図るとの提案がなされております。従いまして、今後も指定管理者からの茶室利用の申し出があった場合には使用許可を行うことでインバウンド等のおもてなしに対応してまいりたいと考えております。以上でございます。22番、清水議員。はい、指定管理者のですね、ご提案によっては使うことができるということでございましたが、まあ、そういったある意味実証実験じゃないんですけど、被爆80周年に向けてですね、多分そういう企画をこれから作ってこられると思います。で、その流れの中でですね、やっぱり、もっと実用的にこれ使うことができないかといったこともですね、含めて、運営側としてはですね、見ていただきたいなと。またこういった空間が広がるようなお茶室、休憩室というんでしょうか、そういったものが資料館の隣接したところにあるっていうのは、非常にですね、意味があることではないかなと思いますし、また、これからの新しい、スポットというか、そういったところにもなってくれるかもしれないと思いますので、ぜひとも前向きにですね、検討を重ねていただければと思っているところでございます。今回ですね、この歴史民俗資料館ですね、実際、どのくらいの方が来館しているかと申しますと、昨年が1万2000ちょっとということで、原爆資料館自体は約75万人を超える方が来ておるわけですが、そこからのですね、お客様の流れがほとんど一切ない状態でございます。ぜひともこのことについてはですね、しっかり観光とですね、手を結んでいただいて、文化財、そして資料館の方とですね、もう修学旅行に対してでも、修学旅行で昨年が21万人来てます。で、その中のですね、本当にどれだけの方にこういったことのアピールができるか、資料館のですね、そういったことについて、しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、考えがありましたらお示しください。文化観光部長。再質問にお答えいたします。本答弁でも申し上げましたとおり、歴史民俗資料館は長崎に関連する歴史、民俗資料の収集、保存、展示を行う施設でございます。また、年間約30の小学校が社会科見学に来館しております。現在、修学旅行生、平和教育で訪れる修学旅行生のお話でございましたけれども、修学旅行生の皆様に関しましては、事前学習をですね、行われた上で、限定された、限られた時間の中で収容されているという実態もございます。まずはですね、本答弁でも申し上げましたとおり、歴史民俗資料館に誘導する案内表示等しっかり設置し、チラシ、パンフレットの配置場所、案内表示の充実を行わせていただきたいと考えております。以上でございます。22番伊勢市議員。こういったことはですね、しっかりとして連携することによって、中身を作っていく体制づくりですね、ぜひともこのことについては真剣に取り組んでいただきたいなと思いますし、またこれはしっかり要望とさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。それでは観光の方に移ってまいりたいと思います。
今回ですね、この観光の中で、ユニバーサルツーリズムについてご質問をさせていただきました。まあ、実際ですね、この観光のユニバーサルツーリズムが現在長崎の中にしっかりとこの認定制度というのを入れていこうということで取り組みをさせていただいたわけですが、なかなかこの広がりが難しいというところですね。まあ、一つのこれ例なんですけれども、鹿児島市のユニバーサルツーリズムセンターというところが推進事業として鹿児島市が行っているものがございました。この内容によるとですね、民間の力を借りてですね、実際はこの研修をしっかりやること、それと現地の調査をしっかりやること、そして誘客の促進のためのですね、モデルコースと、それと実際のモデルツアーを組むこと、そしてツーリズムのガイドブックを作成する、さまざまですね、実は4年前から取り組みをしておりまして、その成果がですね、なんと45箇所のこの認定制度をですね、貸し取ることができているということでございます。また今年もですね、数箇所増えるということで、非常に大きな成果を上げているわけでございますが、実際ですね、この中身を作っていく内容がですね、やっぱりちゃんとした連携の中でこうできているということなんですね。長崎市においてですね、なんとかこの解消するためのですね、取り組みをやっていく考えがありませんでしょうか。お尋ねしたいと思います。文化観光部長。再質問にお答えいたします。心のバリアフリー認定制度取得する施設が増えますと、地域全体の受け入れ環境ホスピタリティが充実しまして、多くの来訪者が訪れるものと期待がされます。議員ご指摘のですね、先進都市等の状況も把握しまして、心のバリアフリー制度の周知をするとともに認定を促す方法につきましても研究してまいりたいと考えております。以上でございます。22番久安議員。はい、ぜひともですね、これは先進地の内容でございまして、他にも実はあるようです。しっかりと連携を取ってですね、底上げをしていくことによって、やっぱりサービスの向上というものにつながっていくのではないかと思いますので、ぜひともこの、市が中心になってですね、またコンベンションさんとかさまざまなところのお力をお借りしてですね、内容を作っていただきたいなと思いますので、これも要望とさせていただきます。で、今回案内所のことで少しまた、ご質問させてもらいたいと思うんですが、実際このバリアフリーのですね、内容において各観光地におけるですね、案内のあり方がどう合っているのか、そこら辺のことについてどう対応されているかお尋ねを、例えば、出島であったりですね、グラバー園であったりとか、さまざまな観光施設があるかと思うのですが、そういった案内所における、対応のあり方についてお尋ねをしたいと思います。文化観光部長。再質問についてお答えします。各観光施設とのバリアフリーについては、長崎市 公式観光サイト、トラベル長崎においてトイレ環境やスロープ設置の情報、オストメイトの有無、盲導犬、介助犬同伴の可否、 AED 設備の有無、ベビーケア施設の有無等のバリアフリー情報をピクトグラムや写真を用いて提供しております。なお、本市の新設の観光施設におきましては、令和3年度に新設した出島メッセ長崎や恐竜博物館などバリアフリーの取り組みを実施した施設の情報を掲載しているところでございます。今後とも訪問客がストレスフリーに街中を散策できるように、観光案内所等での詳細のご案内のほか、プリントアウトしたバリアフリー情報を提供するなど、関係団体とも協力の上、より円滑な情報発信に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。22番清須議員。はい、わかりました。この観光施設というところで見たときにですね、そういった情報発信もしっかり、連携というか、検索ができて、対応ができているということと理解しているんですけれども、例えばこれがですね、イベント型のですね、内容に変わったときに、どのように対応になっているかということを今度は心配しているところなんですけど、例えば、ランタンフェスティバル、こういったイベントが開催されている中でのですね、このバリアフリーの対応、発信のあり方というのは、どういったものになっているんでしょうか。文化観光部長。再質問にお答えいたします。トイレや駐車場などのバリアフリー情報、ランタンフェスティバルでございますけれども、年間を通して長崎市公式観光サイトトラベル長崎において、掲載をまずしております。2024年の長崎ランタンフェスティバルにおきましては、着地情報として配布しております
パンフレット内に地図を掲載しており、車椅子専用のトイレが分かる表示をしております。また、パンフレットにおきましては、ホームページ上でも見ることができるようにしております。来年のランタンフェスティバルにおきましても、同様にパンフレットを作成するとともに、長崎市公式観光サイト、トラベル長崎内のランタンフェスティバル特設ページにおきまして、トイレや駐車場のバリアフリー情報等を提供できるよう準備していきたいと考えております。以上でございます。22番、清水議員。ありがとうございます。そういった意味ではですね、着実に、情報発信がですね、充実をしてきているのかなと理解するところなんですけども、まあ、実際はですね、現場においてさまざまな変化がございます。例えば昨年であればですね、ランタンフェスティバルの会場で何が起こったかと申しますと、多目的トイレが一時的に使えなくなりました。とか乗降場がですね、すごく、要するに障害のお車で、送り迎えするデイサービスであったり、そういったところの乗降場がすごく混雑したんですね。ですから、その時に起こることってやっぱりいろいろございます。できればですね、そういったところの対応力を上げるための発信といったところにも、取り組みをお願いしたいと思いますが、例えば駐車場の問題ではランタンフェスティバルの近くであれば、どういったところをですね、あそこの中には駐車場がないわけでございますが、ご案内をすることになるんでしょうか。まあ、そういったことについて、ちょっとご質問が分かりづらいでしょうか。もし答えられたらお願いいたします。文化観光部長。再質問にお答えいたします。議員ご指摘のとおり、現場におきましてはですね、その時々にですね、状況の変化等あるかと思います。その時々に応じまして、SNS 等ですね、情報発信しっかりですね、こちらにも取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。22番、清水議員。はい。そういった変化球に対してですね、しっかり発信ができる対応をですね、ぜひともお願いをしたいと思います。またこの情報が横の連携でしっかり伝わることが、これは大事じゃないかなと思っております。観光案内所の話に戻りますけれども、今、観光地における案内所っていうのは、実はさまざまなニーズに応える、そこの観光施設内だけの案内をしているわけではなくてですね、周辺のそういった状況であったりですね、いろんなバリアフリーの関係もそうなんですけれども、対応力が実は長崎市ってすごく上がってるんじゃないかなと思います。例えばインバウンドの対応とか、そういったところもですね、もうほとんどの観光施設においては対応できる状況。実はそういったところはカテゴリーで、もし観光案内所の順位付けというか、クラス付けでいうとですね、カテゴリー1とか2にもう相当する内容を実は持ってるんですね。ですから、できればですね、この今は案内所という位置づけになっているんですが、こうですね、ある意味、観光案内所としてですね、交流センターとしての進化をさせる。そういったような取り組みについてはいかがでしょうか。長崎市の観光案内所といったら、一箇所しか、要するに駅の構内しかないんですね。これがある、観光案内所がですね、もし、その観光地の中にしっかりと根付いて、そういった機能も果たすということであれば、先ほど言った心のバリアフリーの認定とかにもしっかりつながっていきます。ぜひともそういった取り組みをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。文化観光部長。再質問にお答えいたします。議員ご指摘の部分につきましては、観光案内の、機能の強化ということになるかと思います。観光案内機能を強化することで、訪問客の満足度向上や収入促進を図ることは重要であると考えておりますので、今後ともですね、そういった機能の強化につながるものについてはですね、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。22番、清水議員。はい。来年はですね、ピース文化祭とか、本当にたくさんの方がお見えになるものが服装してまいります。そういったことを考えるとですね、こういった、案内所のですね、強化を図っていくと、ぜひとも、内容をですね、再度検討していただければなと思っております。要望とさせていただきます。それでは次に、登録者ですね、難病について質問をしたいと思います。今回ですね、この登録者でございますが、実際はこの今まではこの登録者にですね、実際は、受給者証というのがあるんですけど、これは医療費の軽減を負担するときに受ける、難病の方がいただく受給者証というのがあるんですけど、それを受けられない方を軽症者と言います。で、その軽症者の人たちをある意味、
まあ、救済といったらあれですけれども、そういった方々が、何らかの方法でしっかりと証明できる方法として、この、出てきたのが登録者証ということなんですが、長崎において、ね、長崎市内において、そういった方々がですね、今、どのくらいいらっしゃるのか、分かっている範囲でよろしかったらお願いします。市民健康部長。再質問にお答えいたします。令和5年度の長崎県の特定医療費における医療受給者証の申請件数は、市町別の内訳は公表されておりませんけれども、県全体で 14,871 件、そのうち被害等が236件で、割合は申請件数の 1.6% となっております。被害等には指定難病の判断ができない、診断基準被害等、それと、重症で被害等の場合がございまして、県によるとそれぞれの件数までは把握していないということでございます。以上でございます。22番、久世津議員。はい、この登録者証ですね、今から取り置く、今からこれ、始まる内容でございます。長崎市においてもですね、しっかりと、後方支援というか、軽症者に対してですね、周知徹底が届くように、取り組みをお願いをして終わりたいと思います。休憩いたします。午前11時10分から再開いたします。